元オリオールズのクリス・デイビスは、2021年に引退したものの、2037年までの後払い金契約により、引退後も莫大な収入を得続けていく。デイビスは2008年にレンジャーズでデビューし、2013年と2015年に本塁打王となったが、その後は怪我や不振に悩まされ、2016年以降は低迷した。それにもかかわらず、2016年から7年総額1億6100万ドルの契約、2023から2025年には大谷の年俸の4倍に当たる約14億8000万円、2026から2032年には約5億7000万円、2033から2037年には約2億3000万円が支払われる予定だ。後払いは MLB では多い契約形態で、ドジャース大谷翔平投手も後払いの契約を結んでおり、2023年12月の契約時には大きな注目を集めた。他にもイチロー氏が同様の形でマリナーズと契約を結んでいる。彼は高笑いをしながら銀行に向かっているだろう。野球選手の給料は馬鹿げている。彼は全額募金をすべきだ。彼は一瞬だけ素晴らしい選手だったけど、あとはずっとダメだった。彼は勝ち組だ。史上最悪の契約。今年も後払いの季節か。その場しのぎで後払いにした結果、選手に払う金額が膨大になったりするし、本当に後払いで良かったのかみたいな契約も結構あるよね。デイビスは契約の時点で馬鹿げていると言われてたから、あんな契約を結んだ方が悪いやろ。大型契約を結んでしまったのが悪い。そして、確かに成績は振るわなかったが、試合に出る意欲は感じられた。こういったリスク込みで長期契約してるからな。どんな選手であろうが、3、4年後どうなってるかわからんけど、獲得するために現状ルールじゃ避けられない投資なんだよな。オーナー側も NBA のように契約年数に上限つけたい動きしてるけど、選手会側が断固拒否してるからね。MLB 選手会は、世界最強の労組団体と言われている。一瞬の輝きでも、夢、あるよね。